第3レース、はい、ということで、はい、タイガ選手 VS ホドベ選手でございます。はい、1コーススタートはタイガさんのマシンですね。はい、そうですね。Who were you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. いやタイガさんね、やばいっすね、かっこいいね、ね、めっちゃいいっすねこれ、うん、マットブラック大製品。いやもうほんとね、もう困ったらもうマットブラックっすよね。いいっすよね、もう間違いない、うん、でもサシのねグリーンもセクシーですねこれ、うん、バランスがいいっすよ ね配色、ホイールもこれ合わせます。ほんとだ、このねツートンの入れ具合たまんないっすね。これホイールってもともとグリーンのやつなんですかね。グリーン、そうですね、グリーン多分ね限定パーツであったんですね。あーなるほど、うん、あそれのそうホイール分あれか、あの分けて塗って真っ赤はめてってやってるやつ、ね、そうこれもねエレグリッターの方についてるパーツですからね。何気にこのスーパーハードのね、まあ、プリントパターンもいいっすよね。セクシーです、うん、もうねセクシーアドバンスだねこれ。セクシーアドバンス、セクシーアドバンス新クラス出たね。出ちゃったね SXA もうねセクシーアドバンスだね。でもこれフロントローラーがなんか右がの径と左のやつがちょっと違いますね。あということでこれローラーの位置が変わりますね。しかも右だけなんかこれスラストチップ入ってるんですか。本当だ、角度調整チップめっちゃ入ってますよこれ。 1,2,3,4つ、すごいなんか入り組んでますけど、うん、これ案外抜かれてる、すごいね。ちょっと凡人の我々ではよくわかんないですね。うん、しかもこっちね上、これ多分あれですね、スーパーワンとかその辺の9ミリ系ローラーっぽいですよね。なんかあれじゃないですか、軽量ハイマウントローラーの。あーそっから来るかもしれない、3階じゃないですか。うん、あ、透明のやつ、これはスタビなのかな。あ、いや回るわ、回ります、ね、ローラーだ、ローラーだ。 GT アドバンスはローラーが全部で8ですね、8個8ってことはこれ2段ローラーは1個扱いってことですね。そうですね、2段は1ですね。よくね質問が来るんですけど、2段のほうが1個扱いですから ねこれ覚えておきましょう。はい、フロントとでリアにもねついてますね。ますね、これでも真ん中どうなってるの。これなんかフロント、これなんかアルミテープかなんか貼ってるんじゃないですかこれ。あ、テープかこれ、テープだ、ローラー、うん、そうですね、綺麗。このインソーおしゃれですね、かっこいいな、かっこいいですね、パクロこのねスペーサーっていうんですか、なんか軸受けパーツですねこれね。まあそうですね、うん、スペーサーじゃなくてちょっと幅広の、ね、幅広ですからね、ゴムっぽいですね。うん、色使いがうまいですね、綺麗。さすがコンデレでもね賞をたくさん取ってらっしゃいますからね、うん、素晴らしい、うん、素晴らしい、うん、さあそしてボヨヨーン、ボヨヨ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 ーン、なんかいいですねこのギャップね、もうどこからやる、まあ、ホドベイさんのねマシン、非常にボリューミーなそうです、ね、マシーン、ね、コペンですね、うん、このね歴戦のステッカーのこの剥がれ具合といいましょうか、素晴らしい、ちょっとこうそろそろ湿気にやられ始めてる、うん、このね、ほどがやベースの音もね、おいおいおい、ここもいい感じにね、うん、これがちょっとあれですよね、ダウンフォースを生んでるかもしれません、ね、はい、生んでマシーンの制御につながってきてるんじゃないかなと思いますけども、風力大事ですね、大事ですよ、ね。あとこのキャラクターのこの乗ってる座面をご覧ください皆さん。おお、すごい。もうね、白ブレーキをはじめですね、おそらくこれは養生ですね、養生をですね、ぐるぐる巻きにしてる状態で高さを出してると、うん、
なんかこれタイムアタックの時に2人乗ってたような気がするんですけど急遽なんかこう定員オーバーということで1人乗りに交換されたということですね。これ乗せて走るの初めてなんで。若っ。君一人一名乗車一名乗車になった一名乗車でもう一回ちょっとあとすごいですね。テールランプご覧ください。お手塗りですね。手塗りじゃないですか。手塗りこれは職人技ですよ。多分ね日本でも数人しかこれできない手塗りの技術ですね。人間国宝級なんですか。そうですね。ある地域に行けばこれ本当にすごい高値で取引される。さやま塗りっていうんですか。さやま塗り。さやま塗り。わかります？ちょっと見えるかな。うん、ここねなんか紫のボディなんですけどなんか黒い、なんか液だれというか、シミというか。さやま塗り。さやま塗りだ。さやま塗りだ。奥が深いですね。奥深いですね。さやま塗り。キャラクターがでもね。ああ。まあそうですね。美味しいねそうおやつのねみんな大好き駄菓子の、はい、こちらでございますね。確かにこれはうちのおやつコーナーにある大人気です。確かに美味しい、はい、止まらなくなるやつ、マシンも止まらなくなるやつ。お、はい、ノーブレです。ノーブレだ。止まらない美味しさ止まらないミニ四駆。そういうこと。止まらない美味しさ止まらないミニ四駆。そういうこと。いやでもちゃんとやるところなんかやってそうな感じですけどね。あ、本当だ。そうですね、ちゃんとね。この補強は何なんでしょうね。あ、これどこかで見たことありますね。これは川越式。川越式、はい、そうですね、川越式って言うんですかこれ。そうですね、後ほど多分同じものが見れると思います。ほう、はい、後ほどそっちがパクリかもしれないですね。あ、またパクリ。後から、ね、またパクリ。こっちが先に出ましたから。あ、そういうことですね。じゃあ出た。なん仲悪いの、このお店同士。仲いいですよ。そう、悪いやめて、挟むのやめて、それで悪いの。足挟むのやめて。川越さやまダービーは今のところ何勝何敗だ。2勝2敗ぐらいでしたっけ。まあまあまあ、まあまあ、いや、バチバチやめてやめて、ここでどっち仲いいの。やめろやめろ。完全にカットですよ。さあ、そんな、ボヨヨンマシン、フォトベイさんと、はい、めちゃくちゃかっこいいエレグリッターの、はい、タイガ選手の第3レース、見ていきましょう。はい、行ってみましょう。はい。第3レース。でしたね。ナイスレースですよ。ただ先に帰ってきたのはタイガ選手でした。おめでとうございます。これはこの次も楽しみですね。ですね。いい走り。今回もご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が面白かった方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録をしていただくととても励みになります。これからもアルディチャンネルをよろしくお願いします。